純一の単語ですね。スクーニーパスもある。なんか聞いたことあるな。近いから見るわけね。しなしななんだけど。お題始まりました。モテシャンネ。さあ今回ですね、はい、はい、英検準1級受けるって言ったアメリアテア。イエーイ。勉強進んでるんですか？あんまりあんまり進んでおりませんか？だからやばい、なんかまたエフランレベルかと思いましたって言われると思って、ね、すぐにツイッターに上げてたよね。あ、絶対これ伸びるかなと思って。そう、だからあのコメント消せなくなっちゃったじゃんって思って。その他のひどいコメントほぼほぼ消したんですけど。あ、そうなんですか、はい、じゃあ全然気づいてないです。ほぼ消してます。ゴミみたいなコメントいっぱいなまあ前回はライティングですね、純一のライティングやったんで、今回はじゃあ純一の単語ですね。おー、で別に企業案件でもないんですけど、はい、データ単やろうと思います。データ単、過去に出た単語を全部データベース化してやってるやつなのでめっちゃ出るんですよ。なのでそれで実力を、いやー怖怖怖ね、チェックしようと思います。あ、診断テストありました。診断テストありました。うわ、いじめだ、はい、いじめ。あ、ノーマルとハードありますけど。いや、ノーマル、はい、エグザイル、はい、オーバーホール。こて答え出ないんだ。何オーバーホール、知らないんだけど。スクルティニー、パスもあるんだ。うわ、なんか聞いたことあるな。ヴォルネラブル、ラウンドアップ、Crumble、 苦しむ、 Enlist、 リストに入れるってことでしょ。こっちがこっちがこっちが Amply、 知らないの、これかも。 Stoically、 マジ怖いんだけど。 Ahead of time、 Take account of、 Renovate、 Deduct、 Deduct、あ、なんか聞いたことある。無理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 。Preoccupy、 あ、待って。 Narrative、 マジで聞いたことある。 Novelty、 ね、新しい。 Rash、 Perilous、 Stingy、 Pull in、Pull off、 いや無理だって。 Go along with、 いやこれでしょ。 Stick to、 Disperse、 Disperse、 パースじゃないってことでしょ。待って、Circulate。 さあ、え、怖い怖い怖い、出ました。何、はい、何、いや結構合ってましたよ、見てて。あ、できるなっていう感じでしたけど、だからなんか分かった時の何、あの速さは何ていうの。動画的に普通はさ、こう視聴者もさ一緒にやりたいから見るわけね。あの視聴者が考える間も与えずにもバンバンって言ってくる。ああああと思いながら上足で解いてっちゃったから動画分かってない。普通はね、あの動画でね、エクサイルって言ったら、あ、エクサイルこれって確かとか言ってなんとかって喋るとね、いいんですけど、黙々とカッカッカッってやっちゃうから多いと思ってながら見てますけど、はい、エクサイル、そうですね、追放する、亡命する。エグザイルは、エグザイルのエグザイルってそういう意味だったんだって覚えてたんですよ。エクソと、はい、でオブホーは難しいですね。これは単語帳に出てきたことない気がする、うん、総計だったらまあまあ長文に出てくることはありますね、選択肢にいたりとか、まあ、社学とかだったらある感じですけど。そう、スクリプトに、はい、これ知ってましたか？これはなんか耳障りがあった、耳障りがあった、いいの悪いの、ね、耳障りなんか聞き覚えがあっていました。動詞知ってますか、スクリプトに。え、知らないです。スクルティナイズっていう、知らないですか？知らないですね。ナイズにすれば、スクルティナイズ。こっちの方が受験では大事ですか？ボルダラボーは大丈夫ですね。これはまあ、これは普通に出ます。ラウンドアップ、高さがどう言ってたっけ？いやなんか、感、ラウンドとアップだったらこれかなみたいな。あ、なるほどね。クランブルね、そう、あ、間違ってんなと思って。これ外しちゃダメな気がするんですけど、結構。
出てくる受験はクランボー、まあ、日常生活は使いますね。いや、なんか聞き覚えはあるんですよね。ボロボロになるみたいなので使うことは非常に多いです。リスト、はい、そうですね、リストに入れるっていうことから入隊すいません。アンプリー、これは形容詞を知ってますね。嘘アンプリーの形容詞が十分なってやつ、スペル見ればわかるし十分なっていうキャラ、十分なアンポーですね。ああ LE です。それが副詞になるとそう E が Y に変わるっていうちょっと珍しい。知ってなかった。アンポーは知ってます。この LE にする E、うん、そうですね。アンポーアマウントとか、はい。で次のストイックリーは、そうですね、もうストイックすごいねヘルプタイムは簡単ですし、まあ、テイカー監督も簡単、レノベイトも簡単です。ディダクト間違えたんだと思って、あそうなんだ。これもなんか聞き覚えがあるんですけど、うん、あみたいな。控除す、あまあそっか、ディデュースの方が有名。ああそうです。推論するの方かな、受験だと。まあ控除するっていうので非常によく使う、ディダクションとかっていうので、ディダクティブもあるね、はい。まあまあ税金とかそういうものとかね、いろいろあって、仕事関係ではめちゃくちゃ使うので、プレオキュパイ、そうですね、オキュパイされちゃうものだと。ナラティブ、そうですね、この辺まあ間違えられたらちょっとね、音楽的にはちょっとね、ナラティブとかプレオティーね、そう、ラッシュとかも。この辺はシスタンで出てきたと思います。はい、あ、ペリラス知らなかったですか。聞き覚えはありますね。 OUS を消せばペリオですね、ペリオ。形容詞じゃなくて名詞にしてやって、インペリオとか知らないですか。聞いたことある。 Be in peril とかですね、はい、Be in danger ね、危険。 Perilous、 Stingy、 ああこれできてましたね。ちょっと悩んでたけど、うーん、知ってました。でも聞き覚えはあるけど、うんね、みたいな。ケチなってですね。東大の過去になんか問題にもあった気がするな、ケチ。使えますよ、 Stingy。 It's not stingy。もちろん他にもいろんなケチって言い方があると思うんですけど、ね、そうチープとかって言ったりもしますけど、しますね、はい。プレイン、まあこれね、ちょっとまあプレインとかプローフ似たようなのが2つプローフはまあ車寄せるはめっちゃ使いますね。あとはプローバーとかね、止めろとかっていう時に、あの車系でプローは非常によく使いますね。ゴアロングウェズ、一緒に行くって書いちゃったらもう分かるよって。確かスティックトゥーね、これ大事ですね。あー、ディスパース知らなかったですね。ディスは離れるね。さっきの意図は簡単でしたね、はい、はい。ということで実力的にはどうでした、自分でやってみて。あ、ちなみにこれマル秘ボタンを押すと、ね、何年の何回目に出たっていうのは全部見れるんです。はい、すごっ。企業案件ではありません今回あ、でもデタタンさんってうちのメンバーシップ入ってますからね。え、すごはい、毎回トイックの時も見てくれてますから、コメントくれるし、わはい、そんな感じで。タイピングちなみにできない。いや、絶対無理、絶対無理。ハードにしますか。嫌です。嫌ですって言った。いや、思ったよりできるからすごいなって。本当ですか。これでお名返上じゃないですかちゃんと実は勉強してたっていうねことが分かったと思います。やっぱ問題はライティングなんですよね、きっと。ああ、ライティング、リスニングが聞こえる。どうなんでしょう、最近聞いてない、やってみないと。だ、そう、過去問とかはやってない。さすがにやろうかなと思って。対策本は、あ、持ってます。なんか今日持ってこれるものは持ってきたんだ。持ってこれるものなら持ってきたって、持ってこない人が言う発言だけど、それ。いや、朝マジで時間なくてボンボンって持ってこれるやつ。ああ、はい、予想問題ドリルだ。これと、うん、あ、はい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 、ライティング意外といっぱいあった。ドラゴンイングリッシュだ。単語帳もあるんですね。ああ、はい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 、あっちの方ね、EX の方、しなしな、はい、白い表紙のやつだよね。しなしななんだけどしなしなの、雨にめっちゃ濡れてるんだけど。いや、ずっとカバン入ってるからあ、じゃあもう単語帳もあるわけですね。はい、ね、帰りに僕の参考書買って帰ってくださいって言ったけど、なかったえ、英検用の本出してますか。出してます。いや、じゃあ買います。いや、もう時間ないもうだってすぐでしょ、あと。え、でも再来週の日曜日、もう間に合うの。7日間、7日間生なんでまあ、じゃあライティングですね、まず。ああ、そうそう、こいつの場合はで、まあ、これがいずれ役立ちますので、うーん、リスニングに。あ、そうなんですか。リスニングじゃねえスピーキングに。これでいけちゃう
ものいっぱいある、かぶってるトピックいっぱいあるんで、なんかあれですよ、なんか来る前に、うん、純一で YouTube で調べて、うん、あの武田塾イングリッシュの方の動画見たら、はい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 、完全制覇みたいなやつ、そうそうそう、でコメ欄でもおすすめされてたじゃないですか、うん、と思って、うん、完全制覇じゃねえそう、完全制覇じゃねえやと思ってでもあれめっちゃ分厚いですよね。そうね、だからちょっとまあ今大変間に合うかって言ったら大変だと思うんですけど、まあでもアイディア出しのねやり方とかはね覚えておいた方がいいので、じゃあそれだけやっておきますか。はい、じゃあ次回にアイディア出しやります。